アレクサンダー・グスタフソンは、スウェーデンの元男性総合格闘家。ベストマンランド県、アルボが出身。オールスターズ、トレーニングセンター、アライアンス MMA 所属。軽量時のグスタフソン10歳からボクシングを始め、アマチュアボクシングで16歳の時に、スウェーデンのユース全国選手権で優勝、2008年と2009年にトーナメントを連覇し、 スーパーヘビー級王者となった。その一方で10代の頃は、街で喧嘩に明け暮れ、18歳の時には、過重暴行罪で、懲役1年3ヶ月の判決を受けるが、周囲の環境を変えるため、故郷、アルボガを離れ、2006年から始めた、総合格闘技に打ち込むことで構成を果たした。2007年11月17日、フィンランドで開催されたートにて、 プロ総合格闘技デビュー。その後、ヨーロッパを中心に参戦し、8連勝を収めた。2009年11月14日、UFC 初参戦となった、UFC105 で、ジャレッド・ハマンと対戦し、1R41 秒で小勝ちを収めた。2010年4月10日、UFC112 で、フィル・デイビスと対戦し、アナコンダ・チョークによる1本負け。 キャリア10戦目での初黒星となり、この敗北を機に、アライアンス MMA で、デイビスらと練習するようになる。2012年4月14日、母国スウェーデンで開催された、UFC オンフューエル TV2 で、チアゴシウバと対戦し、3から0の判定勝ち。当初は、アントニオ・ホジェリオ・ノゲイラと対戦する予定であったが、ホジェリオの負傷欠場により、 対戦相手がシウバに変更された。2012年12月8日、UFC オンフォックス後で、元 UFC 世界ライトヘビー級王者のマウリシオ将軍と対戦し、3から0の判定勝ち。2013年9月21日、UFC165 の UFC 世界ライトヘビー級タイトルマッチで王者ジョン・ジョーン,オンズに挑戦。試合前は、 圧倒的不利の予想をされていたが、ジョーンズから、キャリア初のテイクダウンを奪うなど奮戦して、パンチで、ジョーンズを追い詰め、後に、ジョーンズに最も過酷な試合だったと言わしめる主導を、繰り広げるも、0から3の 5R 判定負けを喫し王座獲得に、失敗した。破れはしたものの、ファイトオブザナイトを受賞した。また、試合は、高い評価を受け SPN。SP フォックススポーツ、ヤフースポーツ、シャードーグなど、各メディアの年間最高次愛称を受賞した。2020年3月7日、この試合は UFC 殿堂入りを果たした。2014年3月8日、UFC ファイトナイト、グスタフソン VS、マヌアで、ライトヘビー級ランキング11位のジミマヌアと対戦し、右アッパーからのパウンドで西小勝ち。 ファイトオブザナイトとパフォーマンスオブザナイトを同時受賞した。2015年1月24日母国スウェーデンで開催された UFC オンフォックス14のライトヘビー級王座挑戦者決定戦でライトヘビー級ランキング3位のアンソニー・ジョンソンと対戦しパウンドで一四個負け。アメリカの放送に合わせてスウェーデンの深夜3時頃の開催となったが それでも試合会場に3万人以上の監修を集め、母国でのグスタフソンの人気の高さを示した。2015年10月3日、UFC192 の UFC 世界、ライトヘビー級タイトルマッチで、王者、ダニエル・コウミエに挑戦し、3R に、顔面への膝蹴りと、パンチでダウンを奪うも、1から2の 5R 判定負けを喫し王座獲得に、失敗。 破れはしたもののファイトオブザナイトを受賞した。2017年5月28日、UFC ファイトナイト、グスタフソン VS、ケラで、ライトヘビー級ランキング2位のグローバーテイシェーラと対戦。ゴ r アールに、右アッパー3連発から、右フックをヒットさせ小勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。 試合後の勝者インタビューでガールフレンドをオクタゴンうちに予備公開プロポーズを成功させた。2018年12月29日、約1年7ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC232 の UFC 世界ライトヘビー級王座決定戦でライトヘビー級ランキング1位のジョン・ジョーンズと約5年半ぶりに再戦し、パウンドで3四個負け、王座獲得に失敗した。 2019年6月1日、UFC ファイトナイト、グスタフソン VS、スミスで、ライトヘビー級ランキング4位のアンソニー・スミスと対戦し、4R に、リアネーキドチョークで一本負け。試合後に、ショーは終わりだと語り、引退を表明した。2020年7月26日、ヘビー級転校初戦となった UFC オン、ESPN、ウィッタカー VS、ティルで。 ヘビー級ランキング14位のファブリシオ・ベルドゥムと対戦し、腕ひしぎ十字固めで 1R1 本負け。3連敗となった。アマチュアボクシングのスウェーデン王者という実績通り、ボクシングを基盤にしたスタイルを持ち、スタンドでの打撃テクニックは、ライトヘビー級の中で、高いクオリティを誇るストライカー。パワー変調の重量級としては珍しい、素早く細かなフットワークで、 オクタゴンの後半を旋回し、相手の隙をついて長いリーチを生かしたシャープなパンチを打ち込むスタイルを主体としている。また、ストライカーでありながら、テイクダウン能力とテイクダウンディフェンス能力ともに優れており、オリンピックレスラーのダニエル・コウミエから、テイクダウンを奪い、ジョン・ジョーンズからは、キャリア初のテイクダウンを奪ったことでも知られている。ありがとうございます。